はい、引き続きちょっとしますちょっと容量の関係で、うん、ここまでしかできない、ね、あのね、電車によってはよくデジタルの時計がついてる、時刻表がついてる場合ですね、キラっていうかな、時刻機械ついてる、ね、よくヤクザにある国道とか、あの道の国道ね、国が同じじゃないか、発音同じですよ、発音同じです、残念ですけど、こんなもんよね、よく非日本語話者たち、だいたいよく日本語はグーって言うよりはなぜかグーって発音してるよう報告してるね、よく英語でもファイヤーっていう名前、ファイヤーっていう名前、ああこうしないと聞こえにくいと分かったよ、そう間違えてフーってしてこうなったでしょ、あれでも通用するもちろんで、ここら辺も結構和の発音、多分な、V の発音はあの何方やとか、こういう時にしか出てこんと思いますわ、多分意外と、こんでも分かる通り、アーとかオーの通じ多いんですよね、つくような地名が多いんですよ、終わりでもあの、アワーっていうんですよ、コンセント終わりで au はつけんとあるつけんとあるって、そうしてないとダメなんですよ、よく声優系員では発音がいい、勘違いするのはアンジャでほとんど視覚変調だから台本読まと何にもできない、セリフが言えんの、逆に弱点がそれほらね、視覚変調言語で台本ばっかり見せて何もセリフが言えない、なもんですよ、ね、よくここになんか耳栓つけてるあるやろ、あの上場選挙の時になんかここに発信機つけてる、ほとんど芸能人これつけてるんじゃんライブ中つけてる、ほんでみんな口パクって、多分それやと思う、まあ、何でもよ、この映像、まあ、表に出ない SNS とかそういうところしか出ない、そういうなもんね、多分 YouTube に飛ぶの無理やと思う、ね、著作権侵害とか通報を受けて、うん、止められると思う、非公開宣伝制、最近他の SNS に前も喋ってたけど、あれは日本国外経由で日本流してる、いわゆる桜アカウントとかの日本の問題、ね、まあそれでいいとして、まあ、はい、もうすぐ到着ですね、毎度恒例の場所なんだけど、こういうの好きなんでね、ね、どちらかというと経済産業省っていうか総務省と文部科学省じゃないか、一番こんなもん、アンチン省省局言っとくよ、教育行ったら多分文部科学省に行って、ね、うん、あの大学の皆さん全員みたいな、うん、あのこの前の中曽根さん葬式でもなんか国旗掲揚とかしろて強要した問題になったみたいな、こんなもんや、雨でも撮影みたいなやつとんでもないことやな、カフな、ただいまみんな来るのにな、そんなもんやて、だから夏白髪はもう俺は眠らせてきゃゆっくりと脱水でいいから、密装でいいから、ただいま24時間以降やったら仮装できるんやて、なってるんですよ、医師の診断書発行なんて10時間でできるんやて、すぐできるから、すぐできるから、それ大抵そんなもんやってな、ね、葬式とかいらんないんだって、もう即刻、この場合やったら即刻葬式なんですよ、即仮装にしてくれって感じで、他の宗教関係は関係者が来たら配慮して、ね、そんな仏教式できるからですよ、配慮する配慮考えねえからな、そこは考えんと、なんだけど日本のね、別に神道に入った覚えもない、仏教に入ったもんね、お宮の帝
いかだと無理やり入るんですよ、感じ。皆さん参拝してるやろな、神社。別に崇拝してるわけじゃないんよ。ようあるでしょ、皆さんも。ほら、自分の地元でも結構ね、これ手伝って、お前身内じゃ血のつながりとか、血縁じゃ。言われませんか？言うでしょ。俺めっちゃ言われたもんね。そうなるよ、と言うんだ。そうなると警察とかな、とか弁護士をね、脅すんですよ。こんなもん言ってみた。こんなもん言ってみよう。皆さんの、ないか？うん、怖いな。そんなもん言って。ああいう大学でもそう、学校でもそうやん。ほんのもん。名古屋、名古屋です。そんなもん言ってみよう。2番線の到着、というわけで、皆さん、鵜呑みするな。コロナの件でも鵜呑みするな。例えば、この字。とか、もうそんな、よっぽど信頼できる。こういう場合は、各省の鵜呑みを見てください。愛知県やったらここ、ここに教えてくれた。いくらでも教えてくれてる。こういう会社の公式サイトにちゃんと情報載ってるから、そこ皆さんやあんな鵜呑みするわ。例えば芸能人のあんな解説どうでもいいんだよ。所詮大学のしか何もできない。バーニングみんなにか下僕やから下僕ってどれって、ね、はい、新幹線ね、すいませんね。名古屋を出ますと亀山、はい、三条、そんな場合じゃないですよ。あれは新幹線です。なんかとんでもない。あ、ご乗車ありがとうございました。車内に忘れ物の内容ご注意ください。まもなく名古屋で、これでも分かるじゃん。日本出口は左側です。ドアから電話を離してお待ちください。全然守る、頑張ってこで。はい、こういうわけで到着。いや、またね。じゃあ